ハンビーはアメリカ軍向けに AM ゼネラルが製造した汎用四輪駆動車 M998 及びその発展型軍用車両の総称ジープ系四輪駆動車の更新用車両として1985年から配備が始まった M151 に代わる軍用の汎用輸送車両として1970年代より検討が開始された 1979年に発注仕様が固まり、AM ゼネラルが試作車を製造することとなった。これが採用され、1985年より量産が開始された。初の実戦投入は1989年のパナマ振興においてである。1991年の湾岸戦争では大量に投入され、国際的に認知されるようになった。なお、1995年からは、 能力向上型の生産も開始されている。追加装備に M20 機関銃、荷物計引用インチ、追加用の装甲板が存在し、改良型の M1025、M1043、M1044 では追加武装として、M20 機関銃に加えマーク、19グレネードランチャー、M240 汎用機関銃、M249 軽機関銃が追加された。また、 M134 ミニワンを装備した車両も存在する。また、アメリカ軍の特に特殊部隊では独自の改造を施しており、自分たちの用途に見合った改造がなされている。そのため、海兵隊や海軍特殊部隊が戦線に配備されても、まずは陸軍が置いていったハンビーの改造から始めるといったことも少なくない。この場合、 隊員たちの改造により純正ではない武器が搭載されたり、座席の配置が変更されるなどということも多々あるため、搭載される武器は何通りにもなる。中には、急ぎの改造で座席に事務用椅子が使われているものまであり、それぞれ隊員たちが好きな名前をつけて呼んでいる。仕様の異なる、榴弾砲の牽引車両や、救急車、BGM-71 と。 対戦車ミサイル搭載車両なども存在し、特に都については、M151 では、弾薬や人員を2台に分乗させる必要があり、非効率だったのを受けて、半ーの設計要求に1台で、と運用機材、人員をすべて収めることが含まれていた。ソマリア内戦などでは、紫外戦において、走行の脆弱性が問題となり、新たに、走行追加キットや、 強化改良使用者が開発された。さらに、イラク戦争では、地雷や井戸に対する脆弱性も問題となり、走行強化型への更新や機関重視の防護キット、あるいは遠隔式銃刀の追加装着などが行われたが、これでも防御力は十分とはならず、こういった低強度紛争に対応した円楽ペ車両への置き換えが進められている。イスラエル国防軍では、 独自に改造を施した多種類の車両を運用しており、走行強化改造を施したタイプは角張った形状のキャビンが特徴的である。1992年、自家用のハンビーを求めていた俳優のアーノルド・シュワルツネッガーの働きかけにより、ハンビーの民間仕様となるハマーがエームゼネラルから発売。1999年にハマーブランドが ゼネラルモーターズに売却された後も AM ゼネラルが製造を担当し、ハマー H1 として2006年まで販売された。アメリカ軍は2000年代中旬頃からハンビーの後継となる JLTV の選定計画を進めており、2015年8月に押し越し車の LATV が JLTV の車種に選定された。LATV は2018年から2030年代に かけてアメリカ陸軍海兵隊に総計53,582両が調達される予定である。しかし当初の JLTV 計画では全ての半 B を更新する予定であったが、その後、装甲型半 B を中心に更新する方針に変更されている。2014年、アイスセルがイラクへ進行した際には、士気が低かったイラク治安部隊側が武器を放棄して、 撤退する事例が続出。もうするをめぐる工房だけでも2300台のハンビーがアイセル側に露革された。2015年、アイセルがイラクから流出した相当数のハンビーや M1117、走行警備車を所有していることが確認されている。M966 と対戦車ミサイル搭載型。M996 や1 9 9車型、装甲付き。単価2台。 または負傷者6名を収容化。M997 や戦9 9車型、走行付き。単価4台、または負傷者8名を収容化。M998 貨物、兵員輸送型。M998、HMMWV アベンジャー対空型。アベンジャーシステム搭載。M1025 武装型、走行付き。機銃をルーフに搭載。 M1026 武装型、装甲付き、基銃をルーフに搭載。ウインチ装備、M1035 野戦救急車型、非走甲、M1036HMMWV と対戦車ミサイル搭載型。ウインチ装備、M1037S-250 電子機材、輸送型。M1038 貨物、兵員輸送型。ウインチ装備、 M1042S-250 電子機材、輸送型、ウインチ装備、M1043 武装型、装甲強化、機銃をルーフに搭載。M1044 武装型、装甲強化、機銃をルーフに搭載。ウインチ装備、M1045 と対戦車ミサイル搭載型、装甲強化。M1046 と対戦車ミサイル搭載型、装甲強化。 ウィンチ増備。M1069M119105mm 流弾砲剣引型。M1097A 両型。車体が大型化し、積載量が増加。M1097HMMWV アベンジャー対空型。アベンジャーシステム搭載。m 1 1 9 0装甲型。m 1 1 1 3 m 1 0 9 7 a 2をベースにした。拡張型シャーシの基本モデル。 M1114 ポリカーボネート製、フロントウィンドウ、ケブラー装甲を備えた、7.62mm、鉄鋼弾、155mm、榴弾断片、5kg 級、大車両地雷に耐える防護使用者。旧モデルに比べ自重が倍増した代わりに、エンジンも、ターボ付き190馬力に、強化されている。M113 の棒立て付き基準、または、敵弾発射機を、 リングマウントに搭載。M1116、M1114 のアメリカ空軍、統合末端攻撃統制艦向け。M1123 重量型。M1121 と対戦車ミサイル搭載型。M1145 アメリカ空軍の統合末端攻撃統制艦向け。装甲付き。M1151 キャビン上部に重座を備えた車両。 増加装甲を取り付け可能。M1152 二人乗りの輸送型。荷台には8人が搭乗可能。M1165 式や警備向けの4人乗り車両。M1167 キャビン上部にとミサイルを装備した車両。M707 ナイト M1025A2 の偵察型。救急車型の M997 後部スペースを 装甲版で補強した M998、カーゴーアメリカ海兵隊の M1151、ハンビー運用国詳細は、ハンビーに関連する作品の一覧も参照2本、ドイツイスラエルイタリアスペインフランスロシア中華、人民共和国バングラデシュ軍の東風 EQ2050 大官民国ベネズエラスイストルコ。ありがとうございます。